今回ハイサギよ1の年俸どれくらいいくと思う？に対する読者の反応集を紹介します。イングランド戦でゴール決めたら1億、いきそうじゃない？攻守にわたってナンバー2のクリスに勝ったっていう実績派相当な勝ちになると思う。もうブルーロック派偶然やまぐれの産物じゃないこと派世界中に認められてるし。オフェンスよりディフェンス力が高すぎる。レオから投げのシュートに見せかけたパスクリアじゃなくて迷子にしてるのが一番やばい。もしのあの助力ありでゴール決められなかったら、年俸高くても、ディフェンダーとしてっていう文言をオーナー側が放つ買い下げがその文字を目にして歯ぎしりするシーンありそう。まだ1点も決めてないけど、確実にスペイン戦よりも大活躍しまくってるしな。ミス派何かやってたっけ？ポケットボールキープしてたらボール取られたぞ。雪宮にブルーロック勢初の奥越えしてほしい。超不本意だろうけどすでに1アシストしてるし守備派頭おかしいレベルだし、うまくいけばノアを引き連れてクリスは国神カイザーを抜いてゴールするんだろ。奥行ってほしいな。言うて取れても1ゴールだから奥派どうかな。その他の功績が多いから跳ね上がるとは思うけど、ブルゼイ初の奥越えしてほしい。初試合だからまだ、1試合目で2ゴールのリンが最高だったよね。何万なのか忘れたけど、潔派2試合で2アシスト、1ゴール決めるかも。そしてあのディフェンス、最低でも1試合目のリンの額は超えるだろうな。リン3600万、バチラ3200万、国神2400万、触覚2000万、らしい。ちなみにアイク1500万、でカラス1200万。リンちゃんやバチラ超えできるかはわからんが国神より上には行ってほしいな。国神派なんやかんやで2点決めてるからな。ゴールした選手が年俸高くなりやすいっていう基準に従えばまだ追いつけないかもしれないね。ノアに認められたのも評価されそうだし、倍派最低でも行くだろう。2試合目派5000万が5つの基準になって、最終的に1億、行く選手がブルロから出れば良いなと勝手に思ってる。潔派3倍の5100万、予想。フィジカル派そこそこだけど視野とサッカー IQ 高めで前線でシャドウとミッドフィルダーやれます。現状だと数千万つけばいい方か？果たして邪魔されずにゴール決められるのか？新世代ワールドイレブンどころか世界最強選手の一人のロキっていくらぐらいもらってるんだろうな。モデルと思われるエムバペ選手が年間だと100億、超えで、ネイマールやメッシよりも上だとか。あくまでモデルと思われる人物がそれであって、ロキはまだ未成年でプロデビューしたばかりだろうし、それよりかは下になるのだろうけど、初戦の3倍くらいはついてほしい。それと正直カイザー派安すぎると思う。あと一桁上でもいいくらいの価値あるだろあいつ。バスタードミュンヘンの下部組織の中でのトップであって、ブンデスリーが一部でのデビューはまだしてないのでは。ユッキー派たとえこの後ゴール決めてもその前のプレイが荒れすぎてあんまり勝ち上がらなそう。ご視聴ありがとうございました。